ゆうこすもとチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。すいません、本当にお待たせしました。今回はカラコンについてお話ししていきたいと思います。一番コメントを多くいただいていたんですよね、カラコンのことが知りたいっていうことは。しかもちょうど1年前かなに、ゆうこすプロデュースでですね、ででーもうね、めちゃくちゃ可愛いチューズミーっていうカラコンブランドをティーガーデンさんっていう、他にも倖田來未さんだったり佐々木希さんだったりとか、あとともちんさんがねイメージモデルされてるような、もう本当にトップの会社さんと作らさせていただいていてですね、それをねもういつか YouTube で出さなければとは思っていたんですけどね。なんでここで紹介しなかったかっていうと、もう本当にありがたいお話なんですけど、発売してからずっともう本当にずっとですね、売り切れ状態が続いていて、最初と予約販売の時点でもうスタッフさんからちょっとこれ以上の告知は一回ストップしましょうみたいな状況になってたんですよ。で追加してはもう速攻売れてっていう、ようやくね最近在庫も安定してきてですね、ちょっと最後の方にお知らせもあるんですけど、ちょっと言いたいこともあって今回ねようやく動画を撮っています。よかった、撮れたよはい、というわけで、まあ最近の私のカラコン動画っていうか、もうチューズミしか使ってないので、今回はチューズミのレビューっていう形になるかな。もうね、もうモテるためのカラコン、もうそれをテーマで作ったんですよ。チューズミって直訳すると私を選んでっていう英語なんだけど、私を選んでっていうワードでラブレターの形って最高に可愛くないですか。めちゃくちゃデザインこだわったんですよこれ。そういうカラコンなので、告白前、まあそうじゃなくても普段からモテたいと思ってるそこのあなた、ぜひ動画見てもらえたら嬉しいです。それではチューズミのレビュー動画スタートです。はい、じゃあまずね、まあ、最初に冒頭にね名前の由来は言ったと思うんですけど、もうちょっとパッケージがもうめちゃくちゃ可愛くないですかこれ。カラコンって普通横長の箱が多いと思うんですけど、私はこうどうしてもラブレター感を出したかったんですよ。パッと見でモテるカラコンなのかな、あざといカラコンなのかなっていうのが一発で分かってほしいと思って、まあ、色味だったりとか髪の質感とかこのゴールドの出方とか、相当私もうめちゃくちゃうるさいぐらい、うるさかったからすいません本当にスタッフの皆さん、もうめちゃくちゃ言いました。で正方形っていう可愛らしいサイズ感なので、皆さんが結構写真をインスタグラムにアップしてくれていてね、スタッフさんもびっくりしてたんですよ。だからぜひチューズミみたいな感じでインスタとかで検索してもらえたらたくさん写真は出ると思います。まずね4パターンあって、ベイビーブラウンとシフォンブラウンとギャップブラウンと、私がね使ってるのが一番多いのはこちらなんですけど、モイストブラウンです。どれもレンズ直径は 14.3mm で、ベースカーブが 8.6mm で、着色直径は 13.5mm っていう、まあ、大きすぎず小さすぎずっていう、あざといこう、うるっとして見えるサイズ感にしました。じゃあまず私が今つけてるモイストブラウンから、まあ、レビューしていこうかなと思うんですけど、これはね柔らかい茶色の縁がこうあるんですよね。でも茶縁も縁っていう感じにせずに若干こうぼかしてるので、すごく自然に馴染んでくれるんですよ。で内側に若干こう明るめのブラウンが入ってるので、こううるっとキラッと見えるっていう、相当こだわって、もう修正何度も作るのに1年半ぐらいかかったんですけどっていうカラコンになります。で入れているとこんな感じになります。今これ家の中だけど、自然光とか当たるとねもっとねこう透け感とか綺麗に見えてくれるんですけど、とにかく細めの、本当に自然な細めの茶縁があるおかげでうるんちゅるんみたいな感じに見えてくれるので、デートの時とかあざといメイクの時とかにぴったりなんじゃないかなと思います。ぶりっこしたい時よっていう感じ、うん、あちょっと待って、その前に私一回裸眼見せよう。はい、今外しました。おーなんか画面が見づらいつけているとこんな感じで、裸眼がこんな感じです。まあ結構な差がね生まれるんじゃないかなと思いますね。やっぱり黒目が若干大きくなった方が目力もふんわりと柔らかく出てくれるし、すごく可愛らしい感じはね出るんじゃないかなと思いますね。あとね、黒目が大きくなることによって顔がちっちゃく見えるんですよ。カラコン私はもうね13ぐらいからほぼ毎日つけてます。カラコンつけてない日ってあるのかなってぐらいカラコンオタです。やばいぐらいオタク。カラコンレポログとかカラコンレビューサイトとかレビューアカウントとか全部見てたの。めちゃオタクなんですよ次はですね、こちらのベイビーブラウンをつけていきたいと思います。こちらはね、まあ、相当自然なカラコンなんですけど、 YouTuber のキヌちゃんとかそれ以外にもいろんな YouTuber さんやモデルさんが PR とかでしてくださいとかじゃなくて、皆さんが本当にご自身で購入してくださっていて、こちらです。もう自然すぎてよくね、ちょっとこの状態でよくわかんないと思うから、こちらの画像を見ていただきたいんですけど、本当に裸眼風のカラコンってまあまああると思うんですけど、裸眼風すぎてあんま盛れないみたいな、盛りと裸眼風の
のちょうど中間ぐらいが欲しいよねっていうことで、しかも色味も茶目の方も黒目の方も使いやすいみたいな、本当に万人受けのカラコンを作りたいなと思って作ったのがベビーブラウンです。じゃあベビーブラウンつけます。はい、つけました。今こっちがベビーブラウンで、こっちがモイストブラウンがついています。違いわかりますかね。結構自然なぼやーんとしているんじゃないかなと思います。こっちはこううるんとしてる、トゥルンとしてるからね。今こっち裸眼なんですよ。でこっちがベイビーブラウンなんだけど、やっぱね、つけてるのとつけてないのとでは全然違う。すごい自然なんですけど、やっぱりほんの数ミリ違うだけで結構な印象の差だと思うんですよね。なのでまあ学校でバレたくない方とか、まあ OL さんとか、そういうまあナチュラルメイクが好きな方とかはベイビーブラウンをおすすめしようかなと思います。両方つけようかな。今両方つけました。かなり自然。カラコンついてるかついてないか本当にわかんないぐらいですね。けどやっぱつけないと全然違うよねっていうぐらいのサイズ感です。あとコメントとかでよくいただいたのが、あの目の幅がそんなに大きくないという方は、あんまりこう着色直径が大きすぎると宇宙人みたいな見え方になっちゃうと思うので、まあ、こういう本当に縁がすごいぼやけていたりとか自然なタイプをおすすめすることが多いです。うん。で続いてはふんわりメイクがすごく好きな方がリピートしてくださってることが多いのかな。まあインスタとか見てるんだけど、シフォンブラウンです。名前の通りなんかすごいシフォンのような儚い華奢な彼女みたいな、なんかそういうお花畑が似合うよねみたいな少女を演出したくて作ったのがシフォンブラウンです。ダークブラウンと明るめのベージュ、ちょっとイエロー寄りのベージュの2色の縁になっているんですけど、どちらもね結構透け感のあるカラーになっていて、色素の薄いふわっとした感じの見え方にしてくれます。で、ね、内側のねこのね明るめのベージュがめちゃくちゃ可愛いんですよ。これがね相当瞳をパンと明るくしてくれるというか、まあちょっととにかくつけます。うん。はい、こんな感じです。今こっちがシフォンブラウンがついていて、こっちはベイビーブラウンがついてます。わかるかな。シフォンブラウンもかなり自然なんですけど、色素が薄くてちょっとこう明るい茶目に見せてくれますね。部屋の光の関係もあってちょっと伝わりづらいところもあるかもなんで、ちょっと申し訳ないんですけど、つけてみたら公式画像となんかこう色の見え方が違うなみたいな時もね、あのまあ物によってあるかもなんですけど、チューズミーはね結構あのまあなんか自分で言うのもあれですけど、あの色味が相当近いというか、公式写真もねよかったらしっかり見ていただけたらなと思うんですけど、透明感メイクとか、あとはちょっとこう気分変えたいって時とか、カラーメイクとかすごく入るんじゃないかなと思います。うん。今こっち裸眼にしたんですけど、裸眼と比べたら結構一目瞭然じゃないかなと思います。うん。はい、両目つけるとこんな感じです。なんかなかなかないこの透け感とちょうどいい色味。このカラコンが一番、それどこんですかって聞かれる率は一番な気がしますね。うん。はい、じゃあラストはですねこちらです。ギャップブラウンですね。じゃあちょっと開けてみます。でこれがちょっとねここの画像を見てほしいんですけど、ダークブラウンのすごいぼやっとしたあんまりこう縁っぽくない縁の次にオリーブが入ってます。まあオリーブはすごい馴染みやすい感じのオリーブに、なんかねあんまり強すぎると緑ってなっちゃうので、そこのね絶妙加減はそうこだわりました。そして中央部分に明るめのこうベージュが入ってます。これはね3層のカラーになっていて、まあ、ギャップブラウンって名前の通りハーフ系のメイクとか、まあ、印象を変えたい時用にねちょっと作ってみたんですけど、とはいえガチハーフみたいながっつりしたカラコンにはならないように、こう透け感とかはかなりこだわりました。これちょっとね大きめに見えるかもしれないですね。じゃあ早速つけてみたいと思います。はい、こんな感じです。結構しっかりとね見えてくれるんじゃないかな。イベントの時とか私これ使うことが多いんだけど、遠目から見てもねこう黒目の主張をしっかりとしてくれるんだけど、こうオリーブが入っているのでそんなにザ・カラコンですみたいな感じがなくってですね、ちょっとこう大人っぽくしたい時とか、普段よりもこう目力をちょっとねつけてみたいですとか、そういう時とかにね結構いいんじゃないかなと思ってます。あとはブラウン系とはちょっと違ったカラーに挑戦してみたいなっていう方には、ブラウン以外のカラーの中で言うとかなり使いやすい方なんじゃないかなとは思いますね。うん。あ、こっちもじゃあつけますね。はい、こんな感じになります。うん、こう普段とはちょっと違うねあの印象にできるんじゃないかなと思います。はい、というわけで私がプロデュースしているカラコンブランドのチューズミをね全色レビューしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。最後にねちょっとざっくりとねレンズの説明をさせていただきたいんですけど、 55% のねちょっと潤いたっぷりのレンズに柔らかい感じになっていて、ワンデーです。酸素をね2倍多く通す素材を使わせていただいていて、充血の原因となる角膜の酸素不足を防いでくれたりとか、瞳に優しいこうエッジデザインっていうこうなんかねそういうのをこう入れてくれてたりとか、あと色素が直接目に触れないようにサンドイッチ製法になっていたりとか、ティーガーデンさんっていうもう本当に大手の会社さんと作らさせていただいているので、そういう安全面だったりとか、そういうところはねもう安心して
ご購入くださいという感じです。そして最後になんとお知らせなんですが、もうほんとにありがたいことにね、冒頭にも言ったけど、販売してからずーっともう常に完売のような状況で、ティーガーデンさんから、いや、こんなに売れると思ってませんでしたと言われまして、なんと、新色を作ることが決定しました。まだね、どういうカラーかっていうのはちょっと秘密なんですけど、プラスで3色作ることが決定していて、今ね、打ち合わせをね、何度も何度も重ねている状況です。まだどのぐらい修正を重ねるか、ゆうこすが1年ぐらいまだ、とか言って重ねるかもしれないし、わかんないですけど、とにかく3色追加が決定しました。で、ちょっともしかしたらね、1ヶ月タイプもするかもということで、それはね、もしかしたら全色ではなくて、投票みたいな感じで一番人気のカラーとかを1ヶ月が作れるかもという感じで、ちょっとね、そちらの方はまだ未定なんですけど、引き続きね、チューズミーの方を追っていただけたらなと思います。瞳にあと1ミリの自信をっていうね、キャッチコピーで作ってからですね、本当に多くの方が買っていただいていて、インスタグラムとかの方とかでもこう使って、すごく自信が出ましたとか、デートの時使いましたとか、そういうありがたい言葉を結構見てるんですよ。タグ付けとかすごい見ているので、それ見たらすごく嬉しい気持ちになるし、今後もそういうコメントしていただけたらめっちゃ嬉しいなと思います。それでは今回の動画がちょっとでも参考になったり楽しかったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。